ジャンピエールオーモンはフランスの男優、パリ出身。父親はデパートチェーンの経営者。両親ともにユダヤ系でおじに俳優がいた。16歳からフランス国立高等演劇学校に学び、21歳の時にプロとして初舞台を踏む。卒業後はルイジューベの門に入り、ノエル・カワード作、生活の設計やその他の舞台に出演する。 1931年に映画デビュー後、白木乙女ごち、海のツはもの等の作品に出演して若い2枚目として人気を博したが、1940年にドイツ軍のパリ占領を逃れて渡米する。アメリカで舞台に出演し、サンフランシスコでの上演中、メトロゴールドウィン・ベイヤー首脳部から声がかかり、アメリカでの映画出演第一作、ブリタニーの任務に出演する。同年、 ロレーンの反撃を取り終え、フランス軍に参拝する。ティナオーモンは、二番目の妻であり、テクニカラーの女王と呼ばれたドミニカ共和国出身の、女優、マリア・モンテスとの間の人娘。1973年には、ギリシャの首都アテネで開催された第22回、ミス・ユニバース世界大会で、ファッションデザイナーの森花井と共に審査員を務めた。ありがとうございます。